こんにちは、着付け講師の素直です。今日から11月5日まで東京の新宿駅に素直の巨大パネルが並びます。撮影のために先日東京に行ってきたんですが、その時の映像と以前からお伝えしていた情報解禁についてお話しさせてください。みんなにとってチャンスになるかもとお伝えしてきました。情報解禁を楽しみに待っていてくださった皆さん、ありがとうございます。中には予想が当たっている方もいらっしゃってびっくり、何それ知らないよって人のためにまとめると、今回クリエイターさんたちの販売サイトの運営で有名なモッシュさんが主体となって、いろんな分野で活躍されている10人の専門家たちと一緒にプロジェクトを始めることになりました。それはみんなの人生を変えるかもしれないプロジェクトです。やりたいことがあるなら一流から直接教わろう、そんな一流のクリエイターを束ねるモッシュさんならではの取り組みです。私はまだまだ道半ばですが、この10名のうちの一人になれたこと嬉しく思っています。そしてもし着物に興味がある人がいらっしゃったら私に任せてください。今回今まで失敗繰り返して学んできたノウハウを全身全霊をかけて伝える着付け師養成講座を始めます。着付け師養成講座は講師になるコースと着付けを仕事にするっていうコース2つあるんですが、伝えて終わりじゃありません。実際にお仕事として活躍されるまでサポートします。タンスの着物を循環させるという思いに共感してくださる方は11月8日のズーム説明会をぜひ聞きに来てください。仕事にしたいほどではないけど楽しみたいな、そんな人にはサークルがおすすめです。着物サークル素直の着物会では月々1980円というお月謝でレッスンしたり、質問にお答えしたり、勉強会をしたり、交流会をしたり、いろんな活動に参加できます。ご遠方の方もたくさんいらっしゃって、お友達ができて着物の輪がどんどん広がっています。この動画を見て11月9日までに仲間入りしてくださった方は1980円が最初の月無料になります。それもこれもすべてみんなにもっと着物を楽しんでほしいからです。着付け師養成講座も着物サークル素直の着物会も着物で人生変えてほしいなっていう思いが詰まってます。私自身着物で人生変わったからです。皆さんはもっともっと輝ける存在です。着物を着ることで人に喜んでもらえたり、自分に自信がついたり、人に敬意を表せたり、いろんないいことがあります。そんな着物の良さをみんなで一緒に分かち合えたら嬉しいです。新宿駅には素直をはじめ10人の専門家の皆さんのパネルが並んでいますので、ぜひ5日までに見に行ってください。そして写真を撮って見せてください。をつけて投稿してくださったらいいねを押しに行きます。タンスの着物を循環させるためにはまだまだやれることがいっぱいあります。目標に向かって頑張っていきます。いつも応援してくださって本当にありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。素直でした。バイバイ。